い、どうも、カッパ園長です。さてと、じゃあ、この動画ではね、ちょっとなんかこう、まあ、ショッキングっていうと違うんですけども、ちょっと興味深いね、内容になるんですが、まずこのロシアがね、このやっぱりウクライナのこの大統領、ゼレンスキーさんの、まあ、なんか暗殺をね、この企んでいたらしいんですが、それが失敗に終わったと。うん。で、それがね、どうやらこのロシア国内の、まあ、反戦派、戦争に反対する人たちの要はまあ工作員たちのおかげで、未然にこのねウクライナのゼレンスキー大統領の暗殺に失敗したっていう話があって、で一方ね、こっちの方がちょっとねえっていう感じなんですけども、これねプーチン大統領にこの懸賞金がかけられて、まあ、それがなんか日本円で約1億1000万とか2000万ぐらい、100万ドルの懸賞金がかけられて、だからつまりプーチン大統領が賞金首になるっていう、そういう話なんですよね。で、これ誰が、どこの誰がこれ懸賞金かけたかっていうと、これロシアの富豪、資産家の方がね、ロシアですよ。ロシアの資産家の方が、まあ多分反プーチン、ね、今のこのロシアの今の現体制に、ね、異を唱える、まあ反体制派に、所属する、まあお金持ちのね、ロシア人の方が、ね、戦争だなんてとんでもないと。ということで、このプーチン大統領に、懸賞金をかけちゃうんですよね。ロシア人の富豪の方が。だからプーチン大統領が1億円の賞金首になったっていう、そういうお話なんですよね。すごいっすね。でも、何がすごいって、確かにロシアの方が、ね、ロシアの富豪の方がね、資産家の方がロシアの大統領にね、この、懸賞金かけるのもなかなかですけども、金額がどうなの？仮にもプーチン大統領でしょ、なんかゼロが1つ2つ足らないような気がしなくもないんですけど。さあ、これでね、世界中のなんだろう、リアルボバフェットみたいなバウンティーハンターが動いたりするんですかね、これで。1億円か。なんとなくこのなんかワンピース的な感じがしなくもないですけど、この画像がね、なんか1億ベリーだと結構な金額なんでしたっけ。なんか10億とか100億とかだったらなんとなくおーって感じなんですけども、あ、そうなんだ、そういう感じだって思うんですけどもね、どうなんでしょうね。ちょっとニュース見ていきましょうか。じゃあまず最初、このゼレンスキー大統領暗殺失敗の件から見ていきましょうかね。ただこれソースがね、このロシア語の記事の翻訳だから、なんかいまいちこうピンとこない感じかもしれないんで、まあ、このウクライナ側のこの活動報告の中に、まあ、この内容があるんですよね。ウクライナ国家安全保障会議長のオレクシー・ダニーロフ氏が、ウクライナは3月2日、反戦ロシアの反戦諜報員から助言を受けた後、ウクライナ大統領ウォロディミール・ゼレンスキー大統領の、ロシア暗殺未遂を暗殺未遂を阻止したって、ちょっとよくわかんないな、暗殺を阻止したじゃないのかな。で、このダニーロフ氏は2つのチェチェン暗殺者グループが陰謀に参加したと言っていたと。で、ウクライナの新聞、ウクラインスカヤ・プラブダ、ちょっと読み方がわかんないな、ロシアのウラジーミール・プーチン大統領が2月3日のチェチェンの首長ラムザン・カディロフとの会談でウクライナの指導者を清算する試みを命じたと報じたと。まあ、プーチン大統領がね、チェチェンのボスに、ちょっとあいつなんとかしてこいみたいな命令をしたと。で、このチェチェンの、首長カディロフ氏は3月1日の電報チャンネルってなんだろう、2人のチェチェン軍人が亡くなり、6人が負傷したことを確認したが、まあ、つまりその失敗したわけですよね。で、このチェチェン軍人がゼレンスキー大統領を殺害することを目的としたという主張には直接応答しなかった。まあ、なんかしらばっくれたみたいな、そういう格好かな。ちょっといまいちなんか分かるような分からんような話でしたけども、要は二重スパイってことですよね。二重スパイが活躍して暗殺が未遂に終わった、そういうことなんじゃないですかね。まあ、そもそも軍隊を送り込んでね、侵攻しているのに、まあ、ただ同時にね、この暗殺も、ね、進めていたと。
まあ実際このトップをね、どうにかすることができれば指揮系統を止めることもできるでしょうからね、うん、あとはまあこの後継争いが起こるんで、どさくさで、ね、親露派担いで要は傀儡政権、っていう形もね、取りやすくなるわけなんじゃないですかね、ただそれがまあ失敗したと、っていうことですかね、で、それよりもやっぱりこのプーチン大統領のね賞金首にって話ですかね、アレックス、いわそのロシア人富豪、これもあれかな、ソースがロシア語の記事、かな、ロシア出身の資産家である、アレックス・コニャンク、読み方がわからない、アレックス何がしさんが、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を憲法違反で大統領になった戦争犯罪者だと非難して、プーチン大統領の身柄を確保した人に、100万ドル、約1億1500万円の賞金を支払うと、まあなんか SNS に投稿していたらしいんですよね。まあだからどこまで本当なのかちょっとわからないですけれども、身柄を確保だから、殺して死体を持ってきたらダメなのかな、半額とかになっちゃうのかな。で、またこのアレックス・ナニガシさんは、22年2月24日からロシアの侵攻を受けているウクライナへの支持も表明してるんで、まあギャグとか冷やかしではなさそうですね、どうやら。で、アメリカのテレビ局である KATV が3月2日ロシアからアメリカに亡命した。あ、この方アメリカに今いらっしゃるんですね。そらそうか、ロシア国内じゃこんなことやってらんないですよね。アメリカに亡命した資産家であるアレックス氏が、まあ SNS にプーチン大統領に100万ドルの懸賞金をかけると投稿したことを、アメリカのメディアが報じたと。で、お尋ね者、生死問わず、あ、生死問わずらしいですよ、大量虐殺者ウラジーミル・プーチンと書かれた画像が添付されていて、まあこれがその、サムネとかのこの画像がそれなんですけども、まあ、殺害をほのめかすものだったためか、記事作成時点で削除されちゃったんだ。そっか。で、まあこの画像を添付せずに改めて、ね、投稿し直したらしいんですけども、その中で私は憲法の定めるところに従いロシアの法律と国際法の下でプーチン大統領を戦争犯罪者として逮捕した者に100万ドル支払うことを約束しますと、プーチン大統領はロシア国内にある集合住宅を爆破する特殊作戦により政権を獲得しその後自由選挙を排除し反対する人を殺害するという憲法違反を犯しているので、ロシアの大統領とは認められませんと、ロシア民族としてまたロシア国民として、ロシアの非ナチ化を進めることは私の道徳的義務だと考えている。また私はプーチンの軍勢の猛攻に耐えようとしているウクライナの英雄的努力への支援を今後も続けていきますと綴っているそうです。で、まあこの後もね、うんぬんかんぬん続くんですけども、これあれですね、まあここに書いてあることが全てまるっと本当かどうか、これはまあなんか確認する必要があると思いますけども、まあこの辺なんかも含めてね、このロシア用語ね、ロシア支持してる人たちの、ね、コメントなんかもね、ぜひいただきたいですよね。それでもロシアをね、プーチン大統領を支持するのかね、ロシアのウクライナ侵攻を支持するのかね、ぜひコメントいただきたいですね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。